豚キムチを作るような感覚。ムーンアルコールパワーメイクアップ。あ、どうもセーラーウイスキーです。ということでですね、今回はですね、いい感じにいいジャンプになってきましたんで、おつまみが食べたい限界になってきたんでね、今回はそんな限界なセーラーウイスキーでも作れるような超お手軽おつまみ、サバキム。僕大好きなんですよ、サバキムを月に代わって作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピということでね、やっていきたいと思うんですけども、今回サバキムってね、超簡単。用意する材料は日本産のキムチ、そして、サバ缶、ごま油なんですけども、大さじ1杯ぐらいのごま油。キムチとごま油とサバ缶ってめちゃめちゃ相性がいいんですよ。飲みたくて飲みたくて震える、こんな感じになってきましたけどね。まずサバ缶なんですけども、サバ缶なんですけども、これね、汁ごと、はい、跳ねましたね。サバ缶は汁ごと全部入れてちょっと炒めていきます。汁を煮詰めていきたい。サバ缶の旨味が全体に出てくるんですね。やっぱ煮汁ね、ちょっと煮詰めたいんですよ。やっぱりキムチも炒めたいんでね、あんまりビシャビシャだとキムチの良さが引き立たないんでね、煮詰まるとね、結構ね、塩気濃くなるんですよ。汁気がなくなってきたら日本産の甘めのキムチです。これ入れてください。サバとキムチってそんなに合わせない食材だと思うんですよ。これがうまいんだよ。キムチ合わせたら炒めてください。キムチが生のままだと漬物感が出ちゃうんですよね。豚キムチを作るような感覚。何がいいかってね、簡単でどちらも保存が効く食材なので、いつでも作れるってところ。糖質も少ないので、サバとキムチですから、糖質を気にされる方もすっごくね、有用です。これだよね。ちょっと振ってみて汁気ないなって思ったら、もうこれ完成です。できました。サバキムを盛り付けていきます。本当にね、汁気ないんでね、このままガサッと。こんな簡単な料理ないよね。最後にこの小ネギを振りかけてね、最後にいりごまかけてあげてくださいよ。そしたら非常に美味しい感じがするでしょ。これ一瞬でできちゃいました。僕の今日のおつまみ、サバキムでございます。それではできましたので、いただきたいと思います。いただきます。あ、これはね、完全に合いますよ。じゃあ、いただきたいと思います。あー、この匂いだよ。いただきます。おほほほほ、サバの旨味、これがですね、キムチの旨味と融合して、えも言われない美味しさを醸し出しております。うん、うまい。これつまみとして最高なんじゃないかな。ラー油ですね、ラーの油で。お前食べたら何でもうまくなるな。いいじゃん、これ美味しい。本当に合うんだ、これが。うまみとうまみの融合なんだね。カロリーを足していくと、これですよ、サバキムにマヨ。ないね、幸せはここにあった。日本産の甘めのキムチでやるのが非常に美味しいと思います。ぜひ皆さん食べてください。サバ缶のこう旨味を全部全部そうしてるわけですよ。